こんにちは、札幌占い美容室早任せのことです。はい、今日もモデルさん担当していきたいと思うんですが、今日はどういう感じにしますか？カットですかね。あ、はい、結構この辺鎖骨ぐらいの長さのハッツンボブですね。それと、色がこの感じですか。はい、細かいウィービング、細めのウィービング入れて、そこにグレージュの色を乗せてるような感じでした。はい、そんな感じで、ちょっとやっていきたいと思うので、まずカットかな、カットして、それからメッシュをして、トナーとして色の付けようかなと思います。ではやっていきます。結構モデルさんの希望のレングスが長いんで、まず鎖骨、前が鎖骨ぐらいで、バックが肩に当たるぐらいの、パッツンしたボブの長くなったような感じですかね。それぐらいにしたいの でカットラインが結構この下のベースが、ここは結構丸く切るんですけど、こう切っちゃうと収まるんですね。で、逆にこうコンテープといって、このベースがコンテープに切ることによって、パッツンこうなると、こういうカットラインになると外に、毛が逃げていくんで馴染まないんですけど、こうだと真ん中に寄ろうとして収まるんで、通常のボブは収まるボブはこういうラインで下を切るんですけど、展開していくだけど、パッツの場合は少しこういうコンケーブに切ることによって、繋がらない感じにちょっとしていきます。前だったら前がいいのかな。これ結構長かったですね。こういう長さはちょっと相当です。ここからバックを切っていくんですけど、前長すぎます。まだいける？もうちょっといけるですか。この辺もちょっといける。もうちょっといける。どうも、これでいい。はい、この長さぐらいでいきましょう。で、ここから前下がりを作っていくので、では皆さん、ここ今サイド切りましたよね。で、これに合わせて、基本的にボックス切りでいいと思います。で、ボックス切りって何かっていうと、まっすぐ後ろに引き出して切る感じなんですけど、今これがショーガルタンで、そのまま引き出してカットしております。まずライン作ってから崩していくような感じなんで、前側のこの鎖骨の部分をバックにオーバーダイレクションさせて、つながるところを切ります。基本は R シザーなんですか？いや、私は使わないです。あ、そうなんですね。で、ここは肩にちょっと乗るぐらいのラインです。で、ノーコームで、落ちる位置で切っていきます。まあ、大体10分ぐらいで切ろうかなと思ってるんで、これでできました。これアウトラインできたんで、ちょっと前下がりになってるのが分かると思うんですが、ちょっと前に、ちょっと前にですね。で、この状態で、で、ここで先ほど言ったコンケーブなんですが、ここがコンベックスになってると収まっちゃうんですね。で、なぜコンベックスに収まるかっていうと、アウトラインがこうなると真ん中に集まろうとするんで、要は毛が収まっていくからですね。なんで、こうやってることによって毛が逃げていく、どんどん外側に逃げていくような感じになってくるので、
ちょっと馴染まないような感じにしていきます。で、今表面の毛のここの点に合わせて中の方をえぐってはいくんですが、非常に簡単で、最初は分かりやすくですね、ダッカーで止めていった方がいいと思います。今は普段は止めないんですが、ちょっと分かりやすく止めていきます。で、大体ですね、1センチ幅で止めていった方がいいと思いますね。1センチ幅で止めていきながら、これでね、だいぶ分かりやすいかと思うので、見てる方が分かるでしょうね。こんな感じですね。ちょっと切ってみますね。はい、この時に、あんまり引っ張ってしまうと、中短く切れないんで、ノーテンションの状態で、この襟足だけ引っ張る感じですかね、どっちかっていうと。中の襟足をちょっと引っ張る感じ。なんで人差し指と親指のこの先っちょだけ軽く引っ張る。あとはもう全然ノーテンションで、ここはノーテンションの状態になっています。で、今テンションかかってるっていうのはどこかというと、生え際から指3本分ぐらい、この5センチのラインなんですね。この5センチのベースのところだけテンションかけております。で、ダウンステムでこの5センチのところをテンションかけて切ります。この時にテンションかけた状態で、ここのアウトラインのところにつなげていくんですが、歯は逆にします。はい、このような感じですね。これだけです。終わりましたでしょうかね。このように感じで、ただこの表面を全部切っちゃうと、結構つながり悪くなっちゃうんで、表面ちょっと自然に残しておいた方がいいと思います。で、ここが終わったら、まずじゃあここを止めましょう。で、今度、はい、次のセクションに行きますね。で、また1センチぐらいの幅を取ります。これバイアスに取っていきますね。で、バイアスに取ったらつむじをしっかり見ながらですね、体がぶれちゃうのでつむじをしっかり見た状態で、ここから頭皮に対して90度の角度に引っ張っていきます。要は角度っていうのはこの角度ですね。これをこのパネルの対して90度引っ張っていって、で、テンションかかってるのがこの根元から5センチのところですね。ここをちょっとひっくり返してですね、中を取っていきます。はい、取って、いくときにあえて表面はちょっと切らない、ここがポイントですね。綺麗に切っちゃうとちょっとあまりよろしくないので、ここはあえて感覚でちょっと切っていきます。で、ここに先ほど切ったベースがありますから、また同様にこのようにカットしていきます。はい、今度はこっちですね。はい、頭皮に対して自分の立ち位置がおへそに向かって引っ張っていくような感じで、ダウンステムですね。おへその位置でダウンステムで、人差し指と親指で引っ張って下に引っ張っていきながら中をカットしていく感じです。で、止めて、はい、切っていきます。で、サイドは、バックに対してやっぱり非常に量が少ないので、表面の残す量をちょっと増やしてください。あまり思いっきり切り込んでしまうと穴が開きすぎてしまうので、サイドは気をつけていただいた方がいいと思います。はい、ダウンステムで、はい、ダウンステムで持ってきて、ここにちょっと穴を開けるような感じですね。下に持ってきて、下に穴を開けるような感じで切っていきます。まあ、本当に簡単な初級者向けのパッツンボブのやり方なんですけど、はい、で、ここにまた1センチのちょっとずつ取っていくんですが、これちょっとずつ取っていった方が左右と喧嘩してなじまないんですね。まとめるとなじみやすいので、これで左右と細かく切ることによって喧嘩してくれて独立性が出ます。で、下に引っ張ってここだけで重さを残すって感じですね。バイアスにとってここの90度の位置ですね。はい、で、体もやっぱりそこに移動した方がいいですね。で、この辺の肩に落ちる位置で引き出して、テンションは中の方だけテンションをかけます。
で、そこを切っていきます。テンションかけて引っ張ったとこを切るような感じですかね。はい、下に引っ張って、はい、ちょっと切っていきますね。そんなに量ないんですね、極端に。そうですか。はい、そんな少なくても良さそう、うん、はい、意外と。ただこれだとちょっと重さが、毛先が揃ってるんで、少しだけ、また縦に引き出した状態でちょっと間引いて、切ります。ペンシルシーザー使います。ダウンしてるね。一回開閉ぐらいですね。先っちょに一回開閉ぐらいをちょっと入れて、先っちょの通常シザーだと多分バツって入っちゃうんで、このペンシルを使うんですけど、ペンシルはちょっと先っちょが閉まらなくなってて、笹刃、片面の笹刃というか、なんで入りがちょっと優しい感じに入るんで、ここはこれを使います。はい、こんな感じです。無駄なことをしないで次に行きます。はい、ではウィーリングを細めに入れていきたいと思います。このベース、ボブのスタイルなんですが、結構こう細かく入れてってもいいんですけれども、このネープ、耳から下の部分に関しては、ジャンボコンブで切ります。でジャンボコンブに今日使うのは YS のジャンボコンブなんですけれども、ちょっと溝が深い、溝が深いじゃない、溝がちょっとかなり荒いやつですね。これを簡単にシュッと入れます。これをステムを90度の状態でこのように入れていきます。はい、で次のセクションも、こちらを使っていきます。はい、ステム90度で先中心にちょっとグラをつけれるような感じで、根元は少しこうずらしていって、毛先の方はちょっと多めですね。このような感じですね。ただこれあんまりしっかり塗ってないので、正直な話今表面の方しかついてなくて、中の方ついてないんですね。これはわざとなので、こういう感じでやっていきます。でこの辺からウィービング入っていきます。ネープが終わりましたので、ウィービングを細めにチップ取っていって、ちょっと入っていくんですが、このリパレットっていうのをちょっと使っていくんですけれども、これは100均のまな板ですね。これを使ってやっていきます。根元は刷毛を寝かせて、あまり根元つかないようにしていきます。このような感じですね。はい、根元の方は刷毛をマックス寝かせてつかないようにして、毛先の方はちょっと多めにしていくというような感じ、こんな感じです。で、1.5センチぐらいのスライスを取って次出てくるんですが、すでにこれを薬剤取ってた方がいいです。時間短縮になりますので、基本的に僕2時間でいろんなメニューをやっていくので、結構スピードを上げないといろんなお客さんが担当できないので、ちょっとスピードには気を使ってます。
このような感じですね。でここでも取っておきます。次のやる工程っていうのを、まあ、頭の中に入れといてやらないと結構時間がボスってしまうので、こんな感じです。ちょっと早いですね。はい、次ですね。でホイールで包んだりする時間ももったいないので、色ムラができますから、最初と最後で。すごい抜く場合は別ですけども、僕はやりません。はい、でここで根元だけね、気をつけていただいて、根元はハケを寝かせます。そして毛先を塗っていきます。このような感じですね。はい、今日も、5センチちょっとぐらい切ったかなと思います。で下は動画ね、繰り返して見ていただくと分かるんですけど、コンケープって言ってちょっとえぐって切ってるので、自然に乾かすとなじまないような感じに切ってます。なのでちょっとこうパッツン系の表面がちょっと外側に動くぐらいのスタイルに切りました。で色はこれからブリーチローラーよりね、綺麗にこれからもどんどん抜けていって、すごいいいコントラストが出るんじゃないかなと思います。はい、皆さんいいねとかシェアとかしていただけたらありがたいです。はい、では皆さんまた見てください。ではバイバーイ。